はい、皆さんこんにちは。ということで今函館山に来ております。どーん、めっちゃ寒いですでも景色はめちゃくちゃいいのよ。本当に見てこれ、やっぱいいでしょ。ほら、はい、ということで初めて360度カメラでね撮ってるんですけど、どうですかね。ちょっと上とか登ってみましょうかちょっと上行きますね。ということで GoPro Max を買ったんですよ、ね、GoPro Max、 そう360度見えるカメラなんだけれども、だからね、あの YouTube で見てる方はこう画面をねグリグリしながらね、あとスマートフォンとかで見てたらこうやって角度変えるだけでいろんな方向見れるんじゃないかな。ちょっと試してみてください。はい、ってことでここが函館山の展望台だね、うん、展望台登っていきますね。いや、ほんと寒いのよ今日、はい、屋上展望台、こっからマジで綺麗だから風が強い。ってことでここです。この景色はこの景色で見て、これが函館ですよ。ここで僕は生まれ育ちました。正確に言うと生まれは札幌なんだけどね、生まれは札幌なんだけど、ほとんどもう幼稚園に入る前から函館に引っ越してきたんでね、函館の方が長いです。で、ここにもう一個さ、階段があって、よいしょ。で、頂上になるかな、うん、こっちも綺麗なんだよ、ほら。で、ここにテレビ塔っていうか、テレビのアンテナ、電波塔があって、で、ここが一番高いところになります。すごいね。国から観光客も来てるみたいで、函館もまだまだ賑やかですね。いいこと。今日はこの後ね、ちょっと函館のところを少し走ったりして、でもちょっと寒いからね、ちょっと風邪ひかないように気をつけて行きたいと思いますけど、音声とかもどうですかね、取れてるのかな、うん、しっかり聞こえてるとすごく嬉しいんだけど。あ、今そこ見えるロープウェイが通ってるの。そう、このロープウェイでここまで上がってきたり下ったりできるので、今俺は車でね、ちゃんと道路もあるんでここまで登ってくるんだけど、雪が降った日とかね、冬の期間とかはこのロープウェイを使ってこの函館山まで登ることができます。はい、ここが、ロープウェイのなんていうんだろう、駅というかそうだね、今あそこで見えるかな、ちょうどロープウェイが交差するところがあるんだよね、うん、結構短い間隔で運転してるんで、あ、でもどうだろう、20分に1回ぐらいかな、どうなんだろう、うん、で、そう、お土産屋さんとかもあるんだよ。ちょっとそこも行ってみようか、一旦、うん、行けるかな、行ってみますね。この下行けばいいのかな、はい、下行きましょう。この階段めっちゃあったかい。下降りて、あ、なんかいろいろあるね。そう、俺も結局ここに来るのすごい久々で、この5年ぶりとか。あ、15分間隔なんだ、なるほど。んで、お土産屋さんいっぱいあるね、売ってるね、へえ、こんな感じだったっけ、全然覚えてないやいいですね、
あそこのうさぎちゃんかわいいんだよ。ひたうさぎっていうのかな、いろいろあるね、カニとかクマもね、木彫りのクマとか売ってるけど、これがまさに北海道っぽいよね。ね、函館山のチョコレートとか、あとこの下なんかあるかな、行ってみよう。あー、ここいいね、こっからも見れるんだ。あー、すごいすごい、ちょうど火がこの陸の部分に綺麗に当たっていい景色になってますね。あ、で、ここがさっきのロープウェイの駅だ、停留所っていうのかな、なんていうんだろうな、わかんないけど、乗り場、乗り場だ。チケットも買うとことかあるね。はい、てな感じで、どうでしょうか、函館山、皆さんもしね、函館に来た際はここね、函館山登ってこないともう損みたいなもんなんでね、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、ってことで今回はここで終わろうかな。はい、初360度カメラ楽しんでいただけましたでしょうか。ではここでグッバイチャー、バイバーイ。